ヘルシーの3時のおやつ。はい、今日ご紹介したいのはバナナジャムとチョコホイップをもっちりした生地でサンドしました。バナナジャム&チョコホイップクリームたっぷり生どら焼きということでね、はい、今日はこれをいただきたいと思います。では開けていきます。ちゃんと崩れんようにね、こういったねのに入ってるんですな。でもこれえらいこぼれてくる。ドバドバ、うわこれいかん。わこれはいかん。ほら、うわあ、これベタベタやん。こらとてもやな、ね、こら絵になりませんな。これはあれですよ、要する冷蔵、要冷蔵って書いてある。10度以下で保存してください。生物ですのでお早めにお召し上がりくださいって書いてあります。クリームのはみ出しを防ぐためにサンドフィルを巻いてます。剥がしてからお召し上がりください。いやそれでこれはこれ冷蔵庫に入れてなかった冷蔵庫に入れてなかったんですよね。だからこれダラダラこぼれてきました。これはちょっとボツですな。ボツ、この動画はちょっとボツですな。いやーこれは参った、全然ダメや。はい、ちょっとねお見苦しいところをお見せしまして申し訳ありませんでした。今日はちょっとこう没動画となりましたね。クリームたっぷり生どら焼きは要する冷蔵でございました。あ、要冷蔵で、今日はちょっとこれ3時のおやつはクリームがダラダラでございました。ではまたお会いしましょう。バイバイ。美味しいけどね。